はい、こんにちは、こうです。今日はね、三井ガーデンホテルの五反田に来てます。初めてかな、五反田に泊まるのは。安定の三井ガーデンホテルっていう感じで、大浴場もあり、部屋も綺麗で、本当に立地も良くて、本当に言うことはないですね。それではね、今日もね、こちらの朝食を紹介していく。よし、それではね、撮っていく。いただきます。ごちそうさま。はい、いや、三井ガーデンホテル五反田の朝食、普通に美味しかったですね。普通に美味しい洋定食、洋朝食って感じですね。もうほとんどが洋食のおかずで、洋食でした。和食はもうあったけど、和食はほとんどないですね。まあここに来たら洋食を食べるべきなんだろうなというふうに思います。まあね、朝食会場はもともと夜はイタリアのレストランらしいんで、まあそれはしょうがないと思うんだけど、洋食は本当でも美味しかったですね。特にミートラザニアっていうのが僕はすごい美味しいなっていうふうに思いました。あれすごいおすすめです。あとはね、まああとは普通だったかな。一個残念だったのは、オムレツ？実際に、シェフの人が焼いてくれるオムレツっていうのがあるんだけど、あれがちょっとね、硬くて、オムレツというか、卵焼きというかわかんないけど、トロトロじゃない、ちょっと残念な感じのオムレツだったのが、そこだけちょっと残念でしたね。あとは普通に美味しい洋食ビュッフェだったんじゃないかなというふうに思います。立地も、五反田駅から徒歩2、3分のところにある立地もよし。大浴場もあって、部屋も綺麗で、本当に言うことないホテルかなというふうには思います。本当、三井ガーデンホテルっていうのは基本的に外れはないね。朝食も最低限に普通に美味しいと。五反田駅から徒歩3分、2、3分ぐらいのこの立地でこの美味しさでっていうんだったら、もう本当言うことはないかなっていうふうに思います。値段もだいたい1泊8000円ぐらいなんで、非常に、東京にしたらね、非常におすすめのホテルかなというふうに思いますね。よかったらぜひ五反田に来た際は、ぜひ一度行ってみてください。そんなところかな。それではね、まあ皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。